ここからは大須価格調査隊です。今日は大須三丁目浅中商店からお伝えします。石川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日見ていくのはデラウェア、サクランボ、アンデスメロン、そしてミニマンゴーの価格ですね。先週と比べるとこのようになっています。まずはミニマンゴーですが130円安くなっていますね。はい、なんか大幅な値下がりはないんですけど、はい、ここからじわじわとまた少しずつ値段が下がってきて、6月の中旬ぐらいには、はい、一番底値になるかななんて思います。そうですか、はい、例年と比べてどうですかね、今というの、物もとてもいいですし、はい、そして全体的にいつもミニマンゴーの価格見ていただくんですけど、はい、全体的に大きい玉も下がってくるので、はい、物もよくお値段もいい感じに下がってくると思います。はい、そしてキングデラウェアですね、はい、こちらは530円下がっていますね。そうなんです。先週は初入荷ってこともありまして、はい、ちょっとお値段高かったんですけど、はい、ここで一気にまた下がったんですけど、ここからはまたしばらく、はい、基本夏の旬のものなので、はい、ここからはまだそんな大幅な値下げはないと思いますが、はい、ぜひ召し上がってほしいと思います。こちらは例年と比べてどうでしょうか。そうですね、例年と比べると若干お値打ちに買えるんじゃないかなって思います。そうですか、はい、そして続いてさくらんぼ、こちらも値段下がって120円下がっていますね。そうですね、100グラムに対してずいぶん120円下がってきて、これでもうハウスがちょっと終盤に入ってきて、来週からですね、山梨の露地栽培が多分始まるので、そうするとまたお買い求めやすいお値段になるかなと思います。露地栽培が増えると、まあ、安定してくるかなといった感じですか。そうですね、ハウスに比べて露地栽培だとたくさん大量でくるので、はい、そうするともっとここから半年ぐらいまではいくと思うので、そうですか、はい、いっぱい食べれるかなと思います。楽しみですね、はいはい。そしてアンデスメロン、こちらは、先週と比べて300円安くなっていますね。そうですね、アンデスメロンもこういうメロン系はやっぱり春が旬なので、はい、ようやくちょっと初夏っていうか旬に入ってきまして、でも今年はやっぱ燃料費とかのいろいろそういうのもありまして、はい、なかなか結構お値段はいつものこと思うとちょっと高いかなと思うんですけど、味も乗ってきましたし、ちょっとお手頃価格まだ下がるんですけど、ここから、はい、おすすめの商品です。はい、隣のメロン売り、この黄色いこれもメロン売りなんですよね。そうですね、黄色も白もメロン売りな、こちらも売りメロン売りの一瞬になってくるので、はい、いろいろそれぞれまた味が違うので、はい、楽しんでほしいかなと思います。食べ比べしてみるのも楽しいかもしれませんね、はい、そうですね。以上中継でした。